皆さん、こんにちは。歌手や俳優として活躍していた倉田真理子さん。倉田真理子さんは、日本レコード大賞新人賞を受賞したり、テレビドラマ、気になる天使たちに出演したり、幅広く活躍していました。しかし、ある事件をきっかけに芸能界を引退しました。倉田真理子さんの現在や経歴などに、今となって多くの注目が集まっているようです。今回は倉田真理子さんの事件と現在について紹介します。倉田さんが芸能界入りしたきっかけは、象印が主催するテレビ番組、家族揃って歌合戦という番組でした。この番組が倉田さんの住む長崎県諫早市のお隣の島原市で公開収録され、家族で出場したのがきっかけでスカウトの目に留まり、高校1年の時上京しています。当時倉田さんは県内でも屈指の進学校である諫早高校に通っていました。入学当初から成績優秀だったそうで、当然誰もが大学に進学するものだと思っていましたが、倉田さんは大学進学はせず芸能界に入りました。倉田さん一家の当時の暮らしは楽ではなかったそうです。倉田さんは芸能界に入って、女手一つで育ててくれた母や家族を楽にしてやりたいという思いで上京を決意しました。倉田さんは1978年にグラジュエーションでデビュー。デビュー当初は NHK の歌番組レッツゴーヤングのサンデーズのレギュラーメンバーとしての出演しました。当時のサンデーズのメンバーには、倉田さんの他に川崎麻世さんや田川陽介さん、黒沢博さんなど数多くの有名人と共に活躍しました。1979年8月に発表されたシングル3曲目How Wonderful がヒットし、第10回日本歌謡大賞放送音楽新人賞、第8回 FNS 歌謡祭最優秀新人賞、第21回日本レコード大賞新人賞などを受賞しました。倉田さんは知的で素敵なアイドルとして人気になり、パーフェクトベストというアルバムもリリースしました。歌手活動以外にも、女優としてウルトラマンにも出演したり、足立満原作漫画、ナインの声優を務めたりしました。また石川ひとみさんに顔が似ているとも話題になりました。芸能活動を順調に過ごし、ファイファイセットの冷たい雨をカバーした頃から大人の歌手を目指す感じでしたが、スキャンダルが発覚しました。倉田さんは投資ジャーナル事件で逃亡中だった中江茂樹さんとのツーショット写真がフライデーによって報道されました。この投資ジャーナル事件とは、証券関連雑誌を発行していた投資ジャーナル社およびその会長の中江さんが言った巨額の詐欺事件です。このツーショット写真で中江さんの愛人が倉田さんだと話題になりました。実際その写真には、親密そうに倉田さんの方に手をかける中江さんの姿があります。このスクープ写真と同時期に倉田さんは7000万円とも見られる3階建ての豪邸を購入していたのです。しかも目黒区の一など地でした。倉田さんは母にプレゼントしたというのですが、このお金は中江さんの愛人の見返りという疑惑が持たれたのです。他にも税務署の調査から倉田さん側から中江さんへの7000万円の借用書が発見され、借金であることが判明しました。実はこの借金は事務所側が中江さんとの関係で作り出したお金だったのですが、当時の倉田さんは事務所の立場との板挟みになっており、十分な釈明ができなかったようです。愛人疑惑は完全否定したものの、中江さんが自社の OL を100万円でどうだと口説いた逸話などもスクープされ、中江さんと倉田さんの関係は既成事実であるかのように報じられたのです。この報道は清純派として活動していた倉田さんにとって大きなダメージを与えました。結局、度重なる疑惑レポートや週刊誌の事実無根の記事によって清純なイメージが失墜した倉田さんは、アイドル引退に追い込まれたのです。最終的には税務署の調査によって倉田さんが豪邸の資金を借金で賄ったことを証明する借用書が見つかり、この愛人疑惑は解消されましたが、時すでに遅し、7000万円の豪邸は贈与税の支払いができずに差し押さえられ、競売にかけられたそうです。実はもともとこの中江さんと倉田さんの接近は、中江さんに出資させることで事務所からの独立を画策していた倉田さんのマネジャーが仕掛けたものだとされています。後年、中江さん自身もこの疑惑について
4、5回デートしただけで肉体関係はなかったと週刊誌の取材で告白しています。現在倉田さんは本名の坪田真理子の名前でキャリアカウンセラーとして経済界で活躍しています。倉田さんは東京学芸大学の特任准教授、キャリア支援担当准教授を務めています。倉田さんは大学生への就職指導、企業、自治体向けのプレゼンテーション能力向上や営業力強化などの研修ビジネスを手掛け、各地での講演活動を行っています。投資ジャーナル事件はどのようなものだったのでしょうか。中江茂樹さんは1954年生まれ、滋賀県出身です。父親が証券会社勤務で株に興味を持つ、小学5年生で株の取引をしていたようです。中江さんは滋賀県有数の進学校、彦根東高等学校へ入学しました。授業はそっちのけで、短波放送のラジオで株式市場の専門番組を聞いていたようです。高校の休み時間に公衆電話に駆け込み株の注文を、高校生で1000万円を稼ぎました。その後神戸大学に進学するも中退しました。愛知県の投資顧問会社三愛経済研究所に就職し、22歳で投資顧問会社を起業しました。23歳の時には数十億円を動かし、24歳で上京し投資ジャーナル社を設立しました。株都庁の風雲児と呼ばれた中江さんは1000万円を毎日使って豪遊していたそうです。中江さんは美馬ミミズ元を師と仰いでいました。中江さんは後々証券関連雑誌を発行していた投資ジャーナル社の株式の不正売買事件を起こしてしまいます。中江さんは10倍融資という謳い文句で7600人余りの投資家から証券市場で金を集め580億円を騙し取りました。中江さんは当時株都庁の風雲児と呼ばれていました。全盛期には約600億円を動かし、毎日銀座のクラブで5000万円をばらまいていたそうです。中江さんが逮捕されるきっかけは、ある化学メーカーの株価が上がらず他の株も暴落したことでした。中江の株は危険だという噂が投資家の間で流れ、資金繰りが悪化し顧客にお金を返すことができなくなり、違法に資金を集めた詐欺行為の疑いで警視庁によって逮捕されました。中江さんは懲役6年の実刑判決を受けました。後に中江さんは倉田さんの人生を狂わせたこの一連の騒動について彼女に申し訳ないと大いに後悔していたそうです。出所後は海外で暮らし実家に戻りました。出所後も中江さんは放火未遂の現行犯で逮捕されたこともあったようです。中江さんは焼死して亡くなりました。この焼死事件の真相は自殺なのかタバコの火の不始末だったのかは不明ですが、焼け跡からは株で再起をかけた中江さんの手書きのノートが何冊も発見されています。中江さんは結婚しており、子供は5人いるそうです。倉田さんとの関係が噂された時にも奥さんに相当厳しく問い詰められたそうで、中江さんは共済家としても知られています。後に離婚されたようです。そんな倉田真理子さんですが、倉田さんよりデビューが1年早い石川ひとみさんとそっくりなことで有名ですよね。石川さんはテレビ番組君こそスターだでチャンピオンになり、1978年5月25日に右向け右をリリースしてデビューした歌手です。可愛らしい容姿と高い歌唱力で高い評価を得ています。1979年からは NHK 人形劇プリンプリン物語で主役のプリンプリンの声と主題歌を担当しました。倉田さんと石川さんのお二人はパッチリした瞳にふっくらとした丸顔の輪郭がよく似ているのです。現在フリーアナの古舘一郎さんがテレビ朝日時代にメイクルームでメイク中だった鏡越しの石川さんに、石川ひとみさん、この前は出てくれてありがとうございますと挨拶するも、返答に愛想がなく、何度かこのやり取りを繰り返すと、その女性がすっと振り返り、私倉田真理子ですと答えたというエピソードを自身の YouTube で明かしていました。喋り手としてあってはいけないミスをしてしまうほどお二人の顔が似ていることがわかりますよね。とにかくこんなに可愛いお二人が現役で活動していた1980年代が羨ましく感じますね。いかがでしたか。今回は倉田真理子さんの事件と現在について紹介しました。倉田さんは家族揃って歌合戦に出場し、そこでスカウトマンに見初められて芸能界入りしました。
その後、清純派アイドルとして人気を確立しました。しかし、投資ジャーナル事件で逃亡中だった中江茂樹さんとのツーショット写真がスクープされたことによって人気が止まりました。その後、度重なる疑惑レポートや週刊誌の事実無根の記事によって清純なイメージが失墜した倉田さんはアイドル引退に追い込まれました。芸能界を引退した倉田真理子さんは本名である坪田真理子として一般人になりました。現在、国際法律事務所の秘書を経て資格試験の予備校で講師や執行役員に就任。その後の2003年にキャリアカウンセラーとして起業し独立しています。大学や企業、自治体を顧客にしたプレゼンテーション能力向上や営業に対する研修ビジネスを手掛け、首都圏から地方都市まで全国を飛び回っているようです。失意の中で芸能界を引退したとは思えぬ人生逆転劇を見せていますね。また2008年に東京学芸大学特命准教授に任命され非常勤の教授として活躍中です。2015年からは特命教授へと肩書きが変わり、学生のキャリア支援を担っています。起業家として社会的な成功を収めている倉田真理子さんですが、気になるのは結婚ですよね。倉田真理子さんが結婚をしたのは1996年のこと。当時の年齢は36歳です。旦那は一般人で、具体的な氏名や生年月日、顔写真などは判明していませんが、1歳年下で会社員のようです。すでに離婚しているという噂もありますが、倉田真理子さんのオフィシャルサイトにはプライベートについて一切記述がなく、離婚の確証が取れていません。結婚した翌年に娘が一人誕生しています。それ以降、子供を出産したという情報はないため、娘は一人っ子の可能性があります。娘は一般人で、2024年現在は27歳になっていますが、氏名や生年月日、画像などは公開されていません。中江茂樹さんが10倍融資という謳い文句で7600人余りの投資家から証券市場で金を集め580億円を騙し取ったことから投資ジャーナル事件と呼ばれました。中江さんは詐欺行為の疑いで警視庁によって逮捕され、懲役6年の実刑判決を受けました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。